エリソン・オニズカ・コナ国際空港はアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島にある国際空港。2017年1月、エリソン・オニズカ・コナ国際空港へと名称が変更された。ハワイ島コナ出身の宇宙飛行士、エリソン・オニズカに由来する。空港は連邦航空局の2017年から2021年までの 総合空港システムの国家計画に含まれており、地方都市としての小規模なハブ空港としての商業サービス施設として分類されている空港ターミナルは平屋かつオープンエア構造であり、ボーディングブリッジは設置されていないため、乗客乗員の航空機への乗降にタラップが使用されている。国際線旅客の入国手続きは空港ターミナルの北側に専用設備が設けられている。 ハワイアン航空ボーイング717型機の搭乗風景また、この空港は、カイルアコナの町とノースコナ地区、サウスコハラ地区、およびハワイ島の西側にアクセスが良好である。エリソン・オニズカコナ国際空港は、平均海抜14メートルにあり、1100ヘクタールの面積を持ち、またアスファルト滑走路を1本保有している。ハワイ州政府は、旅客、航空貨物、 郵便、空港サポート、一般航空のために滑走路と飛行場の東端に沿った単層ビルのターミナル複合施設を運営している。移動式タラップが乗客の飛行機の乗降に使用される、ハワイ諸島で唯一残っている主要空港である。コナ国際空港では、ボーイング十七、七百五十七、七百六十七、a 二十一 A330-777 の各航空機、さらには島間の小型航空機、一般民間航空など、エアバストボーイングの定期旅客機サービスを提供している。空港ターミナルは取り留めのないオープンウェアの構造物である。ハワイの他の空港が自動化された、ジェットウェイシステムを備えた高層ビルにターミナルを改造した後もずっと、ハワイアン航空はカイルアコナにある。 DC-9 フリートのテール高温出口を利用することができた。2005年に第二滑走路を追加するための環境影響に関する声明が作成された。アメリカ合衆国空軍は2009年に2番目の1200メートルの滑走路の建設を調査した。これは短い滑走路に C-17 軍用貨物機を着陸させるために使用される予定であった。 今ある3353メートルの滑走路は日本とシカゴへのフライトが可能だが滑走路が1本だけのハワイで唯一の主要空港である。2016年6月30日までの1年間で空港は12万879機の航空機を運航し1日あたり平均331機であった。一般航空機49% 定期旅客便21%、航空タクシー17%、軍事13%である。合計66機の航空機がこの空港を、ハブ空港としていた。42機の単発機、8機の多発機、13機のヘリコプターである。空港には2つのゲートエリアがある。ターミナル1には、ゲート1から5に、荷物受け取り所 A がある。ターミナル2には、ゲート6から12。 荷物受け取り所 B がある。空港内には乗客ターミナルに隣接して、鬼塚スペースセンターが建てられている。ハワイ島コナ出身で、1986年のチャレンジャー号爆発事故で亡くなった、宇宙飛行士、エリソン・鬼塚の記念館である。2016年3月に閉館。ありがとうございます。